はい、お晩でございます。佐渡伊藤酒店晩酌一期一会、今日も佐渡島からお送りしとるわけですが、金鶴の、純米じゃねえて失礼、金醸造生酒の、通称青ラベル第1ラウンドは冷やでそのまま使う、冷やしたまんまで飲んでみて、今度第2ラウンドは保管してみました。湯気は出んな、そこまで熱ねえんだけど、なんていうか40、やっぱり45度ぐらいの熱さに保管して、飲んでおります。普通の、多分普通の、味わい、普通酒みたいな感じなんだけど、それよりはまあちょっとアルテンシスする量少ねえんだか、普通に発酵させて、まあ普通に酵母使うて、やっとるもんでしょうから、関しても生酒関してもうまい。鼻に抜ける香りは普通の、まあ下手すりゃ、下手すりゃ普通の酒よりつか、下手すりゃはっきり言って普通の純米酒みたいなもんで、まあちょっと缶すると甘みが増すかなーって感じで、もうちょっとキリッとしとると余計にこの料理とまた相性がいいになるんだかもしれんけど、まあそうなったら缶すんなやって言うかもしれんけど、でも関してはやっぱりあったけえ酒とあったけえ料理と、一緒に飲んで食いていいじゃないですか。そんな年になってきておりますって、違うか、年とは関係ねえもんな。この前のあの酒の会の話をしたけど、若い30、多分その頃30前ぐらいのお姉ちゃんに、あの十分寝かした色のついた竹鶴飲ましたらうめえからおかわりくださいって言うたっつうから言うたわけなんで、年と味の好み、ね、性別とか一切そんなのは関係ねえわけだ。冷やしてなんだろう、逆に酢のもんとかあの、まあ刺身、魚、白身魚の刺身なんかにいいんだろうし、缶すると、ああやっぱりこういうなんだ、ロールキャベツもいいけど、やっぱりちゃんこらかな。生酒でも、そうだ、焦がさん程度に熱燗にした生酒、こういうオーソドックスな金鶴の本醸造生みたいな、こういうオーソドックスな酒に、を酒を生であっても熱燗して、熱々のちゃんこで一杯やるというのが今思う、頭の中で思う中のベストかもしれん。はい、そのうち今度の日曜日、水曜日、惣菜部の休みの時に、ぜひやってみてやな。ちゃんこと生酒の缶、ちゃんこと生酒の缶、他に生酒なんかあったら一緒に飲み比べてみるっていうのはどうでしょうか。今度こそ、作り方をちゃんとこううまく、案内しながら、材料の名前とかそのある程度の分量みたいなもんをこう提示しながら、それこそ味噌炊きを作ってみようかなと考えた。やってみよう。今日は、はい、美味しい生酒、本醸造の生酒、金鶴の通称青ラベル
第2ラウンドのは缶の巻でした。第2ラウンド、あったかい料理と缶、生酒であっても缶、いいんじゃないでしょうか。金鶴のな青ラベルだから良かったんだかもしれません。あと純米樽の濁りなんかも、生の濁りなんかも、泡の出る濁りなんかの缶も最高です。やってみましょう。はい、以上、佐渡伊藤酒店晩酌一期一会でした。まもなく2時になりますが、おやすみなさい。